じゃあ呼んでいいですか皆さん。はい、はい、それでは出てきてください。 NMB48 山本さやかさんです。そうですか。あ、さやか。さやかです。さやかちゃん。はい。はい、よろしくお願いします。女性にももっとラグビーを楽しんでいただけるように、NMB48 全体でも盛り上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。よーし。ありがとうございます。そう、まあみんなでね、こうやってパスをつないでいきましょう。はい。出ました中垣礼二君。礼二君、はい、いかがですか。あ、どうもこちら、よろしくお願いいたします。はい、もうワールドカップがね、はい、花園大阪からということで、はい、もう本当にね、まあ、前回のワールドカップから、まあ、オリンピックでも7人制がありまして、うん、非常に、日本代表盛り上がっておりますのでね、うん、この勢いを消さないように、はい、この大阪から、はい、一生懸命ラグビーを盛り上げて、ワールドカップを盛り上げていきたいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。お願いいたします。さあ、そして大西選手、覚えていただきましょうか。はい。はい、あ、もう選手ではないんですけど。あ、はいはい。大西さんが、はい。大西翔太郎です。はい、まあ、この中でも、まあ、一度2007年にワールドカップフランスでの大会僕経験しますので、うん、何とも言えない感動というか、もう何事にも変えれない、はい、あの雰囲気を、この大阪で味わうっていうことを非常に楽しみにしてますので。やっぱすごいんですか、その会場の雰囲気というか。1ヶ月ずっと夢の中にいたような感じなので、はいはい、そのような、ね、雰囲気をこの大阪で味わえると思うとドキドキします。はいね、はい、このメンバーで団長は、はい、もう山本さんしかいないと、はい、いうことで、はい、あとは吉本の皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。